工事工業事件は1935年に起きたモンゴル人民共和国と満州国の国境をめぐる日ソ国境紛争である。モンゴル軍による不法行為や国境侵犯は満州国の建国以来頻発していたが、1935年1月8日、モンゴル兵が開始かとを北岸オランガンが少々に出現し、監視兵を脅迫して退させ、 工事工病及び付近の土地を占領して工事工病に銃願の構築、暴露の修築などを行った。公安北警備軍は事件調査のため指導官の本田少佐を現地に派遣した。1月24日、公安北警備軍派遣部隊、瀬尾中尉が部隊と共に工事工病に接近しようとすると十数名のモンゴル兵の一斉射撃を受け、瀬尾中尉保管一命が 戦死数名の負傷者が出た。報告を受けた北警備軍機兵第7弾の主力は、国境線の確保のために現地に向かい、また、日本軍の応援を受け、工事工業のモンゴル兵に対して1月27日までに、国境外に撤退するように要求したが応じず、ついに日満部隊は、工事工業を包囲し、強制的にモンゴル兵を追放した。1月24日に、 工事工業が日満軍により奪還された報告が伝わると、モンゴル及びソ連はタス通信において日本軍がモンゴルを侵犯したと伝えた。日満側は事件を平和裏に処理しようとし、満州座と会議が開催されることが満毛二国間で決定した。6月1日に満州座と会議が始まったが、成果を得ることができず、10月2日からの第二次会議も決裂に終わった。 ありがとうございます。